ではとりましょう。前回はですね、弘前市立病院、こちらをご紹介いたしました。で、今回はですね、弘前市立病院のカードをですね、町中情報センター、こちらから、カードをご覧いただきたいと思います。町中情報センターというのはですね、弘前市の土手町の中土手に位置する、こちらのですね、地域情報と交流、休憩の場となってますので、こちらにですね、実際に見てみると、いろいろですね、軽食だとか弘前市のグッズ、例えば先ほどご覧いただいた高丸くんだとかですね、いろんなグッズが販売しております。早速ですね、入ってまいりますということで、ですね、今はですね、町中情報館、こちらに来ております。町中情報さんはですね、さまざまな弘前のグッズ、例えば高丸くんのグッズだとか、今回ですね、三内丸山遺跡が世界遺産に登録されたので、その記念のポロシャツだとかですね、高丸くんの人形だとか、今サクラミックをコラボしてますので、サクラミックのコラボしたグッズだとかたくさん売っております。サクラミックのねぷたもありますので、たくさんですね、この弘前にまつわるグッズが置いてあります。弘前市立病院、こちらのカードっていうのをいただきましたので、はい、ということで、次回はですね、弘前市立博物館、こちらもご紹介してまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。